はい、ともきです。では、続きからやっていきたいと思います。次は、ワイルドエリアか。ともき、行くぞ。あれ？地味なのに、わざわざ見送り？俺がチャンピオンになるって、カブさんにはわかるんだな。ジムバッジを3個も集められずに、ジムチャレンジを諦める。トレーナーは数多くいる。だから僕に勝ったものは、みんな見送ることにしているよ。ふ、間に合った。空飛ぶタクシー、様々だよ。ともゆきにホップ、おめでとう。カブさんに勝つなんてすごいよ。カブさんからジムバッジをもらえる。ジムチャレンジャーは少ないんだ。だから応援の意味でみんなで見送りをするんだな。ということで、君たちに声援を送ろう。いけいけホップ。やれやれ、ともゆき。君たちを待ち構えるジムリーダーは強者揃いだ。だが君たちなら勝ち抜ける。ポケモンを信じて突き進め。カブさんたち、サンキュー。二人で決勝戦をするため、俺たちガンガン勝ち続けるぞ。目指すはナックルシティ。頑張ろうぜ、ともゆき。ワイルドエリアを通り抜けて、ナックルシティか。ワイルドエリア、俺が強くなって戻ってきたぞ。ともゆき、ナックルシティはあっちだ。ワイルドエリアをまっすぐ、突っ切るのもありだけど。ジムバッジを持っている俺らは、以前よりも強いポケモンを捕まえることができるんだぞ。よし、決めたぞ。すごいポケモンを仲間にして、伝説の1ページを増やすぞ。無駄なことはおやしなさい。どうせジムチャレンジも突破できないのですから。あなたたちを推薦するなんて、チャンピオンもどうかしていますね。そっちのホップ君に至っては、まともにボールも投げられないし。わかってないな。俺の投げ方は最強だし、兄貴は世界一のチャンピオン。馬鹿にするなよ。やれやれですよ。あちらで勝負をしてあげます。そうすればあなたがどれほど弱いのかはっきりとわかるよね。よく言うぜ。お前、第二鉱山で、ともゆきに負けてるくせに。つまりだぜ、ともゆきのライバルである俺にも勝てないぞ。ともゆきだの、チャンピオンだの、あなたの強さを見せてくださいよ。だから、勝負で教えてやるぞ。じゃあな、ともゆき、ナックルシティで会おうぜ。俺、別れる。次の町へ行くぞ。めちゃえな。橋を渡るとすごいぞ。何がすごいって？生息しているポケモン強さがすごいんだ。ジムバッジをいくつか持ってないと捕まえるのは無理だろうな。だそうです。これは多分ね、捕まえるのは無理なんで諦めていくスタイル。アイテムだけ探すか。ほどの石。ぐるっと一周するか。いいね。
なるほど。ジムチャレンジャーの数ですね。ジムバッジを確認いたします。草バッジ、水バッジ、炎バッジ。エンジンシティを含め3人のジムリーダーを撃破。さらに勝ち続けてください。あなたでしたか。ホップ君は来ませんよ。だってそうですよね。あんな惨めな負け方をすれば推薦してくれた人に申し訳なくて辞退しますよ。負けたんか。ほら、僕が勝ち得たジムバッジをご覧なさい。ビート選手、確かにジムバッジを確認しました。それでは僕が委員長と約束があるので失礼しますよ。よし、新しい街。ローズ委員長、願い星もジムバッジも順調に集めています。さすがね、ビート選手、委員長に選ばれたことを忘れずに励んでいるよね。願い星がたくさんあれば委員長を煩わせる悩みが解決するんですよね。いや、私の問題ではなくガララ地方の未来のためだよ。それに願い星だけではなくチャンピオンのように強いポケモントレーナーも必要さ。言葉ですが、チャンピオンが推薦したトレーナーの一人、ホップには実力の差を見せつけました。僕ならチャンピオンにも勝ちます。勝ってみせます。いいね、みんなで競い合いジムチャレンジを盛り上げてよ。ビート選手、話したいことがあります。ちょっとよろしいかしら。トメイク君、話は聞こえていたかね。君も知ってるように願い星はダイマックスバンドにも付けられている不思議な石。願い星にはポケモンを巨大化するだけではないエネルギーを秘めているんだよ。詳しいことが知りたければスタジアムに行くといいよ。いや、もう今すぐ来るべきだよ。ガラルのエネルギーについて教えるからついてきなさい。広そうだな。
の街広いな、多分。頑張ったかと。安らぎの鈴。なんだろう。あ、仲良くなりやすくなる。すぐ行くとスタジアムか。招集して空手っぽい。強そうだったらやめとこう。なんかあるかな。1万ぐらいか。ピッピや。
はい。一日一回勝てば。気づくし、広いなぁ。レーズンの。レーズン持ってない。カジッチュって。カジッチュ、カジッチュ帰ってくるの。ある時の武器も進化させる。買ったやつを覚えさせるか。なんだ。水の誓い。水の柱で攻撃する。炎と組み合わせると威力が上がって空に虹がかかる。強っ。強いけどいらない。なるほどね。あれ通せんぼしてる。この街広いなぁ、結構。
天気の話。日差しが強いと炎タイプの技が強くなり、水タイプの技が弱くなる。氷状態にはならないし、凍りついていた技は溶ける。ソーラービームの西の光を使う技は1ターンで出せる。光合成や成長など効果が強いともある。雷や暴風の命中率下がる。暑いわ。日本バレを使うといつもより晴れの時間が長く。ドラゴンは宝を守るもの。そういう意味で、キバナさんが、宝物庫の場に、ぴったり。ブレーキか。生かせない。もんじゃ。お、アイテム。いちご飴細工。マホミルに渡せてあげるとクルクルってやるか。アラベスクタウン。まだ行けない。ここか。遠いな。お、入ってもらった。物知り眼鏡。では行こう。ナックルシティのスタジアムはエネルギープラントとしての役割も持っているんだよね。私のタブレットで説明を見てみようか。すごい。ほら、わかりやすい。エネルギープラントの解説だよ。ナックルスタジアムの塔からエネルギーを吸収して、地下のプラントで電気に変換し、ガラルのみんなに届けているよ。すげえ会社だ。私たちの暮らしや社会は電気やガス、水道といったエネルギーがないと成り立ちません。私の関連グループでは願い星のエネルギーによってみんなの生活を支えることを目標としているのです。おっと、仕事の時間だよ。オリーブ君に怒られる前に移動しようじゃないか。ドメイク君、次は宝物庫に行きたまえ。宝物庫なら、ここスタジアムから6番通りに向かえば見つかるよ。あ、モンスターボール。ボール街。レベルボール。
自分のポケモンよりレベルが低いほど掴めやすくなる。ちょっと変わったボール。いろんなボールがある。ユニフォームショップか。ジムが必要。やっぱ最後なんだ。大松子は左か。あ。トメユキ、順調にジムバッジを集めているな。なのに、君のライバルであるホップはどうしたんだ？俺の顔を見るなり、兄貴、ごめんなんて。謝るから驚いたぜ。もしかして、あいつ負けて落ち込んでいるのか？負けて落ち込め。そこから立ち上がれ。なぜ負けたか考えろ。なるほど、あいつ。案外いいトレーナーになるかもな。おっと、時間だ。委員長との打ち合わせに遅れると秘書に怒られるんだ。場所もわからないのにな。そうだ、トメキは木花に会っておくといいぜ。俺の最高のライバルにしてジムチャレンジ最後の門番。今なら6番道路の手前の宝物庫にいるだろうぜ。この人か。お、チャンピオンが推薦したトレーナーだな。名前はともゆき。ダンデが煮込むとは確かに強くなりそうだ。ただし、キバナ様に挑むにはジムバッジが7個いるんだな。わかっています。おっと、宝物庫か。歴史からポケモンを学ぶのも悪くない。やり方だよな。気に入った俺様についてきな。ほらよ、俺様のリーグカードだぜ。宝物庫なら階段の先だぜ。許可をもらわないと宝物庫には入れない。見えないとこに。技なし29。甘える。めっちゃ見えない。来たんだ。すごいよ、宝物庫。ガラルの歴史を伝えるタペストリーが残されているの。願い星を見る若者二人。最悪の訪れ、困惑する若者。最悪を追い払う、剣と盾を見る若者。王冠をかぶる若者。ガラルに王国ができた時の物語を伝えるタペストリー。ねえ、若きジムチャレンジャーさん、何か気になることないかしら？英雄二人？逆だね。エンジンシティのホテルにあった英雄の塔はどう見ても一人。でもここのタペストリーでは若者二人と記されている。英雄は一人なのか、それとも二人なのか。ブラックナイトとは何だったのか。話を聞いてくれてありがとう。考えを整理できたわ。まだタペストリーを調べているけど、君はジムに挑戦だね。
応援でこれあげるから、勝ち残るの楽しみにしてるよ。元気のかけら。剣と盾はどこにある？宝物庫のタペストリーに描かれているのはガラルの英雄。今のガラルで言えばチャンピオンダンデが英雄だな。いいか、トムユキのゴールはスーパースターダンデに勝つことだ。そのために6番道路を越えてラテラルタウンで鍛えろよな。いや、西か。バンド。なんとかわいい砂蛇。かわいすぎる人も。我々エルダンは砂蛇が安心して眠れるよう応援して。あんたたち、ポケモンは起こさないから通してもらうよ。どうぞどうぞ。あ、トムユキ、ラテラルタウンに行くんだよな。エルダの人たち、そこ通っていい？あなたたち子供はうるさいので、通行は許しません。特に、チャレンジバンドをつけたジムチャレンジャーは嫌いです。バタバタ、足音を立てられると砂蛇が起きてしまいます。わかったよ。トムユキ、通らせてもらわないと、ラテラルタウンで、ジムチャレンジ挑めないと。少々。お前、力強いぞ。あなたたちがうるさいんです。砂蛇が起きますよ。だから、子供は仕方がありません。砂蛇のため、こいつらを追い払いましょう。スカン。あ、日差しが強い。よし。マックスゴン。狙い撃ち。かっこいいな。一番。あ、なに？その勢いで任せるぞ。一緒にやらんのか。疲れた。日差しが強いのはあれだな。30か。よし、もう半分いけば。
を蹴る。今の騒ぎで砂蛇が目覚めるかもしれません。それで応援の意味がない。さっさと消えるとしましょう。ロエキとインテレオンのコンビは本当にすごいぞ。俺、ビートにボロ負けして。いや、負けたのはいいんだ。勝負ってそんなもんだろ。ただ、相手に兄貴の名前に泥塗っていますねって。そんなことを言わせた自分が悔しくて嫌なんだ。俺が弱いと兄貴まで弱いと思われる。そんなの嫌だぞ。兄貴は無敵のチャンピオンだ。これでいいのか、ちょっと考える。じゃあな、ともゆき。起きたじゃん。あんた、ダンデが選んだジムチャレンジャーだね。私はポプラ。詳しくはカードをご覧よ。どこかであんたの本気見させてもらうとしようかね。ガラー地方で最年長のジムリーダー。母の後を継いで70年、ジムリーダーの座を守る。ただ本人は自分だけの価値観では限界があると、現状、憂えて、後継者を探し、ピンチで人の本性は丸分かりになると考えて、意地悪なクイズを出すと説明しているが、あれは根っこが意地悪。だからと指摘する人もいる。お姉さん、ピッピ、これに置くのかな。カズレイクか。メロメロになったんだけど、これは中大丈夫だ。かまあ行こうか。狙い撃ちで、いやすかあんまり効かない。え、回数系か。よし、レベルアップ。これに湧くのかな。
新種がいる、新種が。キバゴ。31か。OK。 30度かね。ドラゴンか。ドラゴンいいかも。普通に使えるな、そのまんま。レベル的に。回復しよっか。回数系か。うわ。これは一回回復かな。よし、オッケー。
ハイパーボイス。ブレサック、リビード、オーケンシングがあって、意外と強い。90。眠り意外と使えるからなぁ。いいか。草だったらなぁ。よし、来た。やばい。強い。合成しとくか。怖いからな。狙いついか。来い。よし、終わった。いや、結構怪しいな。組み合わせ悪かったら終わるな、これ。
ね、結構多いな。結構入り組んでるな。ちょっと一回回復して戻るか。見つかった。スコルト。虫か。相性悪いそうだな。振り返るか。オッケー、そのまま行こう。アクアブレイク。こっちが正解ルートか。そうか。あんまり得意じゃないんで。よし。やば。マジか。回復しろ。結構強いよな、格闘って。狙い撃ち。あと一回できるかな。あ、これ回復だね。きっちいな。急所に当たるのやばいんだけど。え？最悪。
よし。意外です。素早い相手が多くなってきたな、気分な。先手取られることが多いな。鋼の翼。硬い翼を手に叩きつけたことで自分の防御が上がることがある。使えねえこれ。もしや。鋼か。ああ、また。相手の剣穴を掘る。化石の首の輪。化石ポケモンか。光の根。キャンプしてるか。
で俺行きましょう。混ぜまくってる。まずいやつかの。マホミル級。化石研究。上半分か下半分だけ。どう組み合わせても復元できるんだぞ。合体できるポケモンの秘密を解き明かす鍵。陶芸っぽい。芸術家。ロバースか。草じゃないんだよ。
どうしようか。お、効果抜群。よし、来た。オッケー。危険だなぁ。相性悪かったよ。疲れるなぁ、絶対。マジか。ついた。回復する必要なかった。格闘か。石の鳥2個。空を飛んでいた。ここでこの鍵の位置をどの空だったんだろう。6番道路の博士が化石をポケモンに復元してくれるよ。なるほど。あのアナハル兄弟、化石のやつだって。ちょっと行ってみようか。ここに飛ばしてくれる。化石の鳥、化石の首長。違う気がする。なるほど。2つ使ったら復元できるけど、組み合わせでいろいろあるのかな。とりあえず今はやんない方がいいかな。はい、ということでね、まあ、キリがいいので、今回は一旦ここで終わろうかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter リンクも貼っているので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。